こんにちは、小野寺あずさです。私は普段真っ白なキャンバスというアイドルグループで活動していて、アイドルがとっても大好きです。今日は私のデジタル写真集オールホワイトの紹介をしていきたいと思います。これは私にとっては初めての水着グラビアで、すごい恥ずかしかったんですけど、もう想像の何倍も皆さんが優しくて、なんか、こんな、なんか撮影現場だけお姫様みたいな感じで、メイクとかもいっぱいしてもらえるし、可愛いの着て可愛いセットで美味しいご飯みたいな、めっちゃ嬉しかったし、なんか自分のためだけにこんな大勢の方が来てくださってるのが すんげーってなりました。真っ白なキャンバスだから多分全部白で撮ってくださって、すごい白い世界なんですけど、撮影は海の近くのすごい綺麗なスタジオで撮影しました。どんな衣装が来るんだろうって思ってたんですけど、すごい可愛い感じで、初めてのグラビアにぴったりな感じの衣装で嬉しかったです。ではじゃあお気に入りの写真を3枚選んだので紹介します。1枚目はこちら、草原と風、海風でなびいてる感じが良くて選びました。ちょっと眩しそうなんですけど、世界観が好きでやりました。その当時も風が本当に強くて、なんかもう目も開かないくらいでしたが、撮れた1枚です。次はこちらです。次もあんまり顔が見えてないんですけど、ターンしてみてって言われて、ターンしたら、あ、ターンは勢いよくできるんだねって言われて、ちょっと多分そこまで硬かったんですけど、普段ダンスとかやってるからターンとかするのは楽し、そこから楽しくなっていきました。で、すごいふわっとなって綺麗な感じで好きだったので選びました。そして3枚目はこちらです。すごいドーンとちょっとセクシーな感じで、普段、なんか見えないような視線の上からで、なんか自分こんな感じなんだなと思って選びました。はい、お気に入りです。それ以外にもあって、これとかは撮影の最後にもうシャワーバーって浴びて、浴槽にボーンと入って、すごいみんなの前で入浴しました。気持ちよかったです。温度はぬるめでしたあとはね、なんだろうな、あ、これとか、なんかこれ一番最初の1着目だから、初めて着たグラビアの衣装これなんですけど、なんかそれまでここが前閉まってて、なんか透けてるんですけど自分で服着てる感覚で、その時はあんまり恥ずかしくなかったんですけど、じゃあ脱いでみようかって言われてすごい一気に恥ずかしくなって、ボタン1個ずつ外そうみたいなすごいこれが恥ずかしかった記憶があります。だからこれは恥ずかしい顔です着てます。いかがだったでしょうか。皆さん、ぜひ私の初
グラビアチェックしてください。お願いします。バイバーイ。